どうだった？あの歌詞は本当にお前が書いたのか？ああ、聞いてくれて感謝する。みんなも今日のためにありがとう。俺たちの曲のためにこんなたくさんの生徒が協力してくれたんだ。駿河さん、もう二度とあなたに会わないと思ってた。まさかこんな形で再会するなんて。曲に罪はありませんから全力でやりました。この曲びっくりするくらい高度だった。こんな形じゃなくて作曲家として出会えていたら、俺はあなたを尊敬していたんですかね。さあどうだろうな。駿河さん、俺はあんたを信じてた。でもあんたは俺を裏切った。最低のクソ野郎って思う。けどあんたの作った曲はすごい。歌っていて素直にそう感じた。そうか。駿河先輩、私はもう一度あなたと祇園寺さんの曲が聴きたいです。私の胸を打った二人の音楽をいつかもう一度。冗談はやめてくれ。俺は音楽なんて大嫌いになった。もうやるつもりはない。それは嘘だ。嘘？色の葉の譲渡の件、カラーレーションの未来を守るためにやったんだろ。何を言ってる、そんなわけないだろ。いや、俺には分かった。お前はいつかカラーレーションが政府の手を離れやすくするためにそのスタートチケットを俺に渡した。違うか？どうしてそんなことをしたのか、あれから何度も考えた。浮かんできたのは一つだけ。俺たちは色の葉に入りカラーレーションでデビューすることを夢見ていた。その居場所をなくすことをお前はしたくないんじゃないかと。違うか、冬一？本当にお前の脳内は花畑だな、シュー。俺がそんなことをすると思うか？思うよ。なぜ？お前が本当は優しいやつだと知っているからだ。冬一、俺たちは随分年を取った。でもまだ時間がある。やり直そうと思えば今からだってやり直せるんだ。ないよ。ん？俺には時間なんてない。何を言って。なんだ一体。それか、そこを動くな。逃げも隠れもしませんよ。どうぞ捕まえてください。行くぞ。駿河冬一、汚職事件への関与及び国家機密情報漏洩の疑いで逮捕状が出ている。どういうことだ？これは全て戸渡りが仕組んでいて。ここに来る前に秘書に頼んだ。これまで私がしてきたこと全てを警察にリークしてくれと。駿河さん、あんたどうしてそんなことをしたんだ。お前全ての罪を被るつもりか？ああ。どうして？俺は戸渡さんに駒の一つとしか思われていなかったかもしれない。もしかしたらそれ以下だったかもな。でも俺は少なからずあの人に感謝してる。孤独で生きることすら諦めようとした時、そばにいたのはあの人だけだった。それは事実なんだ。冬七、あの時の俺はあの人が必要だった。本当に家族だと思っていた。お前が俺を嫌いになりきれないように、俺もあの人を嫌いになりきれない。だからこれでいい。自分の犯した罪と一緒に全てを終わらせる。お前の言葉を借りるなら、これが俺のリスタートだ。そんな、あいつだけ何の罪にも問われず、なぜお前が？おかしいだろ。おかしいよな。俺もなんでこんなことしてるんだって思ってる。でも戸渡さんが言ったんだよ。逃げるも逃げないも自由だと。考えた結果、俺はこの道を選んだ。俺の人生はいつも同じことの繰り返しだった。順調にいってるところで邪魔が入る。まるで偽りの世界に住んでいるみたいだった。
でもさっきの曲を聴いてこう思えた。シュ、お前と作っていた音楽だけは本物だったと。その答えが分かった俺は幸せ者だったのか。答えはこれから見つけるさ。もういいな、行くぞ。お願いします。19時23分、逮捕する。待ってください、まだ車へ。待ってください、悪いのは全て戸当たりなんです。不意打ちは違う、違うんです。疑問さん、ね、待ってください。言ったらダメだ。待ってください、そいつを連れて行くな。ギオンジさん、こらえてください。駿河が逮捕された以上、あんたがあいつの手を取ることは許されない。俺らはカラーレーションなんですよ。田所、ここにいる生徒の未来を、音楽を、エンタメを守ってください。あんたがトップなんです。あ、すみません、最後に一つだけいいですか。シュウ、俺の作った曲は最高の仕上がりになってた。お前のおかげだ。じゃあな。冬一、俺たちは互いに選択をミスしたのかもしれない。でも過去は変えられない。だから大切なのはこれからどう生きていくかだ。俺はずっと待っている。何年かかっても待っている。きちんと罪を償って全てが清算されたらまた会おう、必ず。そしていつかお前と曲を作りたい。お前が俺を憎んでも嫌ってもいい。ただ一つこれだけは覚えていてくれ。俺のバディはお前だけだ。またな、シュー。